よく来た諸君、みんなよく来た。元気で何よりだ。嬉しいぞ。早速一鎖聞かせてくれ。さあ、何か触りを頼む。熱く激しいのはいいな。さあ、何に致しましょう。いつか聞かせてくれたのがいい。特に気に入ったセリフがあったな。アイネアスが大道に物語る場面だ。中でもプライアム王が惨殺される辺りが良かった。出だしは高い狂いし豪傑ピラス。 黒まれの鎧、暗き決意、さながら闇夜のごとく、禍々しき木馬の腹に身を潜めたり、今や恐ろしくも黒き全身が身の毛もよだつ紋所に変じ、頭からつま先まで くまなく明けに染めたるは、トロイの民の父、母、息子の血、巷を覆うグレンの炎は血のりを焼き付け、王の殺害に手を貸さん者と、無慈悲にも行く手を照らす。アシュラのピラス、フンヌと猛火に身を焦がし、 凝固せし返り血はこびりつき、紅玉のごとき両の目はトロイの王プライアムをば求めたり、やがてピラスの眼前に現れいだし、プライアム、古の剣に振り上げてギリシアの軍に挑めとも、 ねえ、いや、腕はままならず、前へなく剣は地に地に、ここぞとばかりに駆け寄るピラス、力込めたる一刀は狙い外れて空を切るも、激しき立ち風に煽られて、もろくも王は倒れた。五感を持たざるトロイの城も、 この一撃を感じてか、燃え盛る櫓もろともに一挙にドーッと崩れ落ち、大地も揺らぐ轟音に、ピラスは耳を、ローサレッリ、この続きはいずれ聞かせてもらおう。